久しぶりに来たね、ここフットパス、うん、のっぽろ森林公園、なんとかのトワと100円と、うんうん、今ないよね、多分ね。跡地行ってみようか。ブヒ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 、左 2.1キロ、うん、よし、ここから走るぞ。また自転車がありますね。それここ熊、去年ことし音が出たらしいよね、うん、だからクマスズつけてます。一応クマスプレー持ってます。一本だけね、今日はもうちょっと走るか。はい、もう疲れ切ってるよあれじゃあ俺も走ります。急になんかジャングルになってこれ、自然のオアシス、すごいねこれ。な、今日こっちの方天気分かったんだね。何が現れる？ん？おー、開けた。すごいね。なんかここ前草刈って綺麗になってたかもしれないの。今放置、多分100年記念塔そこら辺にあったはずだよね。ここだね、100年記念塔。うわぁ、なんもねえや。寂しいね、なんかね。今はどこでしょうか。どの辺だ。どっから来たの俺は。蛇発見。かじるかんね。シマヘビ。本当に下ろしてる。この道の両側の森林を比べるとはっきりとした違いが分かります。どういう意味？人工。成長した草千年齢と。うん。分かれてるので。どっちがどっちなんだろうな。人工林は左手が。人工林？左手？左手がそう。これどっちから見て左だろうね。ね。分かんないよね。正面が35ミリで絡まって絡まっている？これ取れてないの。うん。確かに言われてみると左と右なんか違うような気がしないでもないけど。うんうん、わかんねえな。皆さんわかりますか。このカメラで自動撮影、しかもあれでこれ暗くても撮れるんです。暗視カメラ。ちょっと温泉を入る前に飯を食いたいと思います。なんか北広のこの有名な中華料理屋があるってことなんで今向かってます。これ道福堂。
ミッション。新庄駅でシャンパン。完食。ここはリピートあるね。いやー、美味しかったです。ここはまた来たいです。よし、ここを渡って最後は温泉に入って帰ります。今日は。